キャンプ場の方に向かっています。受付とかも全て予約制でインターネットで、なんかお金も封筒に入れて払うみたいなことが書いてありました。まだ1時間ぐらいかかりますけども、安全運転で行きたいと思います。
那須たんぽぽ村キャンプ場を出発いたしました。このまま家に帰るのはなんかもったいないので、まあ、温泉に入りたいですから、佐久山温泉によって、佐久山の岩木精肉店でコロッケを買って、帰りたいと思います。はい、これからは、和気精肉店に行って、佐久山コロッケ買いに行きたいと思います。コロッケ買ってきました。一つはすぐ食べます。このコロッケはスパイシーですごく美味しいです。あ、うまっ。